ん右隣の人の真似をする？え？なんで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 ？みんなゆかちになってんじゃん。みこりさん。似てる。似てる。あ、普通に。ね、京子の真似して。京子の真似。京子の真似してやって。京子の真似して。え？ゆい。あ、あ、わかってる。わかる。おい京子。え？なんで？だよな、それな。まったくお前ってやつは。入れ替わってる。あいつが俺で俺があいつでみたいになっちゃった。好きな食べ物はたこ焼きです。それはどの辺が好きなの？濃厚なとこ。バームクーヘン食べた。ねちょっとそんな顔そんな大面じゃないでしょ。バームクーヘン食べた。そんな大面じゃないでしょ。みなみです。え、ゆかちんでしょ。それはゆかちん大坪京子です。なんでか混ざってんじゃんバチバチやめて、バチバチすんのやめて。いや、違うよ。あの、うん、どうも大坪ゆかです。なんで決勝めんじゃん、それ。新手の力みたいな。俺の右腕がみたいな。いや、私がめっちゃ違うよ、目パチパチしてたのは検証炎だよ。なんでそこ？なんで検証炎なの？なんでまぶたも？まぶたし禁止です。そうだよ、まぶたしいたんだ。まぶたし禁止です。みかしいたんだ。まぶたし禁止です。やめてやめてよ、みかし。あ、違う、みかしに対してはね、もうちょっとね、ドライな感じ。ドライな感じ。それが好きってわかってるから。さあ、まあこんな感じで津田ちゃんにしばらくね、不本意だとは思いますが、ゆかちんの真似をしていただいて。いや、大好きでしょ、ゆかちん。それは誰の判断なんですか？あの、たくさん使った三上さんも、MKM さんも、ぜひ目立つギャールボックスを。いや、ポニキャンさんの新人さんすごいっすね。でも今後楽しみです、成長が。なんで親みたいな。本当に成長が楽しみです。ぐちゃぐちゃ。5分間イラスト付きで三葉画くん。なんで三葉さん？これもまた大変なの引きました。ミカシー、じゃあ私の絵描いて。今後もよろしくお願いします。聞け。聞いてない。何？あれ？ミカシーの絵じゃあ描けよ。5分間も。ほら、ツダちゃんもっと私の真似してよ。今の子、あ、ツダちゃん OK。 ツダちゃん OK。 ミカシイラスト描けた？描いてるよ。